まだだ。果ての見えない戦い、黒のオダクは全てを飲み込まんと押し寄せる。幾千、いや幾万か、いくらほふったのかもはや数えてはいない。際限なく湧き続けるそれらに終わりはないのかもしれない。それでも俺には戦い続ける理由がある。はあ、くっ、たとえ無限の闇が世界を包み込もうと、俺は進み、打ち果たす。俺自身の復讐のためだけではない。俺と同じように奪われた者たちの無念を晴らすために、仲間たちの明日をこれ以上奪わせないために。きっとできます。私たちなら。ああ、君たちなら必ず駆けつけてくれると信じていた。どうやら間に合ったようですね。うん、ルナもいっぱいお手伝いしたもん。そうね、ベルフォメットの置き土産っていうのはちょっと複雑だけど、おかげでみんなと一緒にここまでたどり着けたわ。ダメ、やっぱり飛べない。ネルバの力の妨害を受けているの。大丈夫よルナちゃん、私たちが手伝えることは全て手伝ったわ。あとはエレノア次第。あの子ならきっと。こいつらは。いや、来ないでよ。やれやれ、この騒ぎじゃ寝てもいられないな。まったくだ。次から次へと無粋という言葉すらこいつらには生ぬるい。エレノアも実験室から出てきたってことは、最後の調整は成功したの？ああ、完璧と言って差し支えない。度重なる調整とみんなの協力、これでお前たちを確実に目的の場所へ送り届けることができる。ついでに術式そのものをお前にくれてやろう。各世界に散らばる仲間たちを拾っていく必要もあるだろうからな。
挨拶してる暇あんまりなさそうだな。おじさん、そんな顔するなって。セタスはまだ帰ってきてないけど、エレノアもいるし、こっちはなんとかなるだろう。イザベル、ルナ、行ってくるがいい。そして必ず戻ってこい。祝祭の準備についてはまだお前たちに手伝ってもらう必要があるからな。ええ、次元超越術式、エレノアたちが協力してくれたおかげで。数ばかりの意志なき残骸、闘争の舞台としては興味かける。しかし油断はできない。どうやらネルバの力で強化されているようだ。皆さん気をつけてください。来ます。行くべき道はあんたがつなげてくれた。なら今度は俺の番だ。あんたとあんたの仲間が行くべき道は俺が切り開く。ハタゴス、昔見た時に比べて小さく見えるな。こんなものは猿真似だ。偽の記憶、嫌なことを思い出させてくれる。イツルギ、なぜ君までがここに。説明している時間はない。あんたはあんたのやるべきことをするんだ。日は西に、月は東に、寺院の鐘が彼方へ響く。解いて答えよ、知りて伝えよ、一なる教えをこの身に刻む。またあなたたちは。うん、気にするな。ただの教師で、ただのベルディリアだ。やれるな、カステル。お姉ちゃんと一緒なら。あんたたちは行け。こいつらは俺たちが片付ける。多くの意志が集っている。ネルバを打ち果たすため連なるよう、俺たちはきっと誰一人として孤独ではない。誰かのために、明日のために、一つとなって大きな力になる。はい、だから行きましょう。みんなで世界を救いに。いいのか、あんたは行かなくて。ああ、これで
であの時の借りを返すことができた。あんたたちのおかげだ。あんたたちの協力がなければ俺はここへはたどり着けなかった。お互い様だろ。あんたが飛んでこなければ私たちもここには来なかった。さて、さっさと片付けるか。分かってる。すぐに倒してユアンたちに追いつくさ。満員御礼、結構なことだな。では授業を始めよう。くだらない。私は知っている。人の感情を、人の強さを。つながりがなければ人は生きてはいけない。つながりがあるからこそ人は強くあれる。ならばそれを自ら捨てようとしている今のお前はもはや人ではない。ただの抜け殻。進むべき明日も希望もなく、意志も意味も捨てて暴走しているだけ。その程度のものが人も管理者も超えた今の私を止められるはずがないでしょう。止めてみせる。たとえ形として残らなくても、もう二度と一緒に笑えなくなっても。エレナ、私には取り戻したいって願うものがあるから。たわごとを取り戻して何になる。取り戻したところで何を得られる。見てみなさい、自分の周囲を。戦った果てにお前は一人、ただ失うだけだと、なぜわからない。私はお前とは違うわ。これまでで得た全てを糧に先へ進む。何もないお前は、意味もなく、ここで終わりなさい。私は違う。意味がないなんて、そんなことない。あなたの戦いは
孤独なんかじゃない。大切な人のために戦う、その願いを私たちが否定させたりはしない。お前たちを。ネルヴァ、いくら力を手に入れようと、お前は断じて人ではない。お前が観測し理解した気でいるのは俺たちの一側面でしかない。確かに俺たちはつながりを求め、つながりにより強くだが、それでも私たちはそのつながりを守るため、時に愚かな選択をする。そこには過ちもあるでしょう。しかし失いたくない、取り戻したいって願ったのは決して自分自身を糧なんかにするためじゃないわ。過ちを繰り返しながら立ち止まり、迷いながらも前に進む、それはただ思いを馳せる誰かのために。パパとママともいつかお別れしなくちゃいけないけど、ルナね、寂しくないよ。たくさんのあったかいあるもん。怒ってしまった過ちは消せない。だからこそ俺たちは何度も振り返ってしまう。そしてその度に友、家族、明日を誓うんだ。実に滑稽だとは思わんかね。いかに繰り返そうと彼らは完成しない。その矛盾を楽しめない貴様は退屈な化け物でしかない。俺たちはつながる。それは誰かと分かち合うため、共に手を取り共に歩みたいと望むため。その誰かがいなくても俺たちは進めない。そしてその誰かのために己を捨て明日を託すという選択すらできる。それが人だ、ネルヴァ。絆を、つながりを、己が進むための糧としか捉えられなかったお前にはたどり着くことはできない。認めないわ、そんなものは。私こそが真なる人、感情を得て権能をも有する完全なる存在。私は全てを知っている。ならばお前たちのようなまがい者はこの名において粛清しましょう。さあ立とう。どんなに苦しくてどんなに悲しくても守るためには戦わなきゃいけない。私たちには絶対に守りたいものがある。私たちも一緒だから、あなたの願いを届けよう。全てを超えて私は進む、可能性のその先へ。させない。誰かの願いを託されて私はここにいる。誰かに願いを託してでも私たちはここで戦う。君と君たちが進む明日のために。必ず届けてみせる。